季節の移ろいを空を流れる雲の形でわかるなんて結構自然に馴染んでいるんですね、まあ、もちろん私たちは自然そのもので自然の中に生きてきましたついこの間まででも今は私たち自身が作った人工物に取り囲まれて 生活しています。さらに目に見えない電波や電磁などというものに取り囲まれています。なぜだか呼吸さえ浅くなってしまうような何とも言えない圧迫感に取り囲まれています。 だからでしょうか。自然への欲求は高まるばかりです。わずかなスペースを見つけてはグリーンを飾り、オーガニックな食材を見つけ、体に取り入れ、窓を開けて新鮮な風を取り入れています。あとは音でしょうか。 自然な音が空間全体に満ち渡る。そんなお部屋で、ゆったりとくつろぎたいですね。